私は何のために働いて夜遅くまで残業して君のとこに往復してんだ。働きたくないなんて言ってないじゃん。でもこの前言ったよじゃん、仕事辞めたい自殺したいって。うん、だってさ、わけわかんないもん。なんか私何のために働いてるのか。わけわからない。今なんかその別にやりたいわけじゃないから。うん。やりたくない今の仕事。いや別にやりたくない。ああ。いやいや働いてると。いやいやいや。うん。楽しくないですねその仕事が。普通にだって。もっとちゃんとなんか自分がやりたい仕事やりたいですよ。ああ。とりあえずお金がないから。ああとりあえず手っ取り早く求人で一番上にあったやつ。面接したって感じですか。もういやもういや普通にだから派遣ですよ。あ派遣で、うん、やめちゃえば、うん、いやとりあえずやめて、もうストレスが半端ないですよ今の仕事が。もうとりあえずやめた方がいいです。ストレスがもうアドさんに八つ当たりみたいになってるんで、うん、とりあえずやめましょうその仕事。うん、うん、でやりたい仕事見つけてアドさんをちょっとサポートしてほしいですね。ちょっと僕的にはね。で和藤さんもそれにちょっと甘えるじゃないけど、俺は彼女からお金を無心することは、うんうん、ちょっとサポートは本当に大事だから。だからその携帯電話をこうやって貸してくれたりとかすごく感謝してるの、うん、お金はもちろん自分で払ってるよ、うんうん、でも貸してくれたりとかその選択とかありがたいなっていうふうに思ってたけど、うん、だからそれが嫌だったんだなと思って、うん、いや違う違う違う、なんかえいやそれそれいいんだよ別にそれいいんだけど、なんか一緒にまた暮らした時に、うん、ワドちゃん別に掃除とかしないし洗濯もしないし、それ黙ればやる。一緒に住んでた時、うん、西新宿で。俺だってコインランドリーだから1週間2週間溜まってからやってたんだ。いやもうそういうレベルじゃなかったじゃん。まあでもほら自分で別にやら着替えがなくなったらやらないと着替えがないから自分でやるじゃん。でも一人暮らしずっとやってたわけだから、うん、いやこれからだからこれからやってくれんのかなみたいな。あこれから一緒に住んだら、あそういうね、まあ、同棲して、うん、そういう家事とかもちゃんと一緒にやってくれんのかって話ですか。あそれはでもどうなんですか。えちょっと待って、家事を一緒にやる流れの話っていう解釈をするの、うん、このメール。いやそれは別に昨日言ってないよ。いや言ってたよ。ワドちゃんさ思ったんだけど、私はワドちゃんの洗濯物やったりするじゃん、うん、そしたらワドちゃんは私に何してくれるの、うん、見返りを求めるんですね。で、うん、何してほしいって返したら、今から私の洗濯物洗えてって言われたから、いいよって洗うよって言って、じゃあ今から持っていくから洗ってね、乾かして畳んでねって言って OK だよって言ったら、なんかやってほしいんですね一緒に住むなら。なんかもうワドさんがもうずっと配信ばっかしてたらイラッとするんですね。じゃあとりあえずえイラッとしませんですって。だから合わないんだよ、うん、そこがちょっとずれてるわ。そうそうそう、和藤さんは配信に没頭したいんだよね、アトリエで。いい、うん、じゃあ合わないわ、やってればいいんじゃん、そこは、うん、で緩やかに死ねばいいんじゃん。うん、まあ和藤さんはちょっとあれだな、うん、配信に没頭したいんですって、うん。で猫もちゃんはなんか一緒に住むんだったらちゃんと家のことも手伝ってくれる、まあ、結婚するんだったら旦那さんに会ってほしいんですよ。配信してもいいけど、うん、掃除とか洗濯とかは私が仕事してるんだからお互い様でしょみたいな。えそうじゃないですか普通。まあまあまあ普通はそうです。それは猫もちゃん会ってますよ、うん、でもこの人は配信大好きで、もう自分アーティストだと思ってます。もうアーティストって言ってます。でなんでもう自分の趣味に没頭したいんですよ。それをサポートしてくれる女性じゃないとダメなんですよ。なんで猫馬ちゃんと和道さんちょっと合わないですね。合わないですね。分かりましょう。そうですね。うん。いいじゃあ破局ということで。はい、で和道さんこれからどうしますこれから。SIM カード返して。SIM カード返して、うん、iPad 返して。はい、であとまあどうしようかな。シャカトペコをとりあえず預かって。うんうんまあパソコンと服預かって、うん、荷物をかなりあるからそれを話し合わないとな、うん、パソコンとかあるからね、貴重品が結構あるから、うん、それをとりあえず売って金にしてどうにかして、うん、SIM カード手に入れないとダメですね、うん。
うん、女ができたとかじゃないですね。じゃあ和田さんちょっとできてないって言ってるじゃん。パトロンがついたのかなと思って、それで猫まちゃんに一方的に別れを告げたのかなと。ちょっと僕はちょっとそっちで、そういうことじゃなくて、まあ、今の生活で猫まを養えてないし、うんうん、まあ、彼女がそう言っても何も言えないじゃないですか、うんうんうん、今現状彼女に何か小物をね、うん、プレゼントするぐらいしかできないから、うん、あとで一緒にデート行った時ご飯自分が出したりとか、でそれ以上のことを言われてもできないのが現実だから、うん、それ言われちゃったらじゃあ別れるしかないなっていう感じなんで、うん、しょうがないです。で、あと一個心配してるのが、ちょっとあのね、こうなったじゃないですか、 LINE でもやり取りで、でも猫まちゃんまだ和道さんのこと好きなんですよ。それがすごいごちゃごちゃになるんですよね。あの好きだから殺すとか言うじゃないですか。それはどうなんですか。その別れるんだったら殺すみたいなのはこれからもあるんですか。いやいや、もういい、いやいや、そしたら別にいいですよ。あ、別れたら普通に関わりもう大丈夫ですか。その辺、それがすごい心配してるんですよね。あのコメ欄ですごい荒れてたんで。緩やかに死ねばいいですか。もう大丈夫ですか。その辺はもうすっぱり別れる感じですか。いいですよ。じゃあ OD とかしないですか。しないしない。大丈夫ですか。もうそれだけちょっと心配だったんですよ。それがもうごちゃごちゃしてたんで、別れるのは別れて、すっぱり別れてもらって、和田さんは和田さんの道、猫ちゃんは猫ちゃんの道で頑張ってもらってって感じですね。それで本当に納得してくれれば。納得っていうか、いや納得は全然しないですよ、はい、してない。普通に考えて、はい、こんなにだって好きだ好きだとかいうふうにずっと言われまくって、はい、それで別れるときはじゃあなんかその俺は養われてあげられないから別れるよみたいな、はい、すっぱりそんななんかあっさりみたいな、はい、あっさりなんだみたいな。え、めっちゃイラつきません。逆にイラつかない人いる。まあそうですよ、そうですよ、ね、え、イラつかない人いるの。いや、イラついてます、皆さん、多分、うん、わかるでしょ、はい。え、こんだけだって大変でも初恋以来だとかいうふうに言っといてだよ、うん、でも悪さんも多分猫ちゃんも好きだと思いますよ。あの、俺は猫ま以外興味ないって言ってましたし。いや、だったらさ、うん、もうちょっと考えたらいいんじゃないの。いやでも和道さんのね、この、なんつうんだろう、いや人のことさ、否定したりさ、なんかさ、うん、ディスる割にはさ、うん、自分でさ、なんか物考えなさられなさすぎじゃない。この顔ちょっと見てもらいたいんですけど。で、否定したらさ、あ、俺も否定するんだ、もういいみたいな、そんな感じの態度取るしさ、いや、それどうにかした方がいいよ、マジで。子供すぎるでしょ、なんか34年までさ。いや、でも来月クランクインするんですもんね。絶対クランクイン、来、はい、監督、和田監督なんですけど、映画撮るみたいな。いいんじゃないですか。やったらいいんじゃないですか。別にお金持ちになりたいわけないでしょ。そうじゃなくないですか。あ、来月クランクインしますね。金が欲しかったら来年、こんな来年クランクインします。こんなゴミと付き合ってないでしょ。そこじゃねえんだよ。別に裕福なさ暮らしがしたいわけじゃないんだよ、うん、そうじゃなくない、うん、でもよく特有 のカップルが別れた時にあの彼氏の暴露とかするじゃないですか、いろいろそういう攻撃的なのはやんないですか。もう大丈夫ですか。もういや別にやんないです。セックスが下手だとかそういう短所だとか、もういいですか。一回言ったんで別にいいっす。もういいですか。何回も言うことじゃないし。ぶっちゃけセックス下手だったんですか。セックス下手っていうか どんな感じなんですか。はい、ちょっとふわっとちょっとどんな感じなんですか。セックスが下手の定義がちょっと分かんないんですけど、どんな感じなんですか。和道監督のセックスってのは何だろう。どんな、いや前儀はなんかしっかりしてくれる感じなんですか。前儀はしっかりする。挿入しちゃうすぐ童貞じゃないですか。童貞じゃないですか。和道さん、リスン、あの和田さんさっき言ってましたよね、あの早く早くって求めてくるリスナーさん、あさっきあの猫まちゃん待たせてたんですよね、リスナーさん。で早く早くとか言ってくるリスナーさんに対しては、おいリスン、リスン、お前は童貞かとね、早く欲しがるなと言っていた和田監督、まさかのこれ童貞みたいなセックスしてましたね。これどうなんでしょうかね。これ思いっきりブーメランがぶっ刺さってます。どうぞ。私もタバコ好きですか。あ、どうぞ。ワード監督、その辺についてはノーコメント。ノーコメントで思いっきりなんか早く入れたがる感じみたいですね、エッジは。いや、早く入れたがるって言う、はい、入れたらすぐ行っちゃう。もうお時間取らせませんよみたいな。そうっすね。まあでも僕、あの状況で
セックスをするってなると、いつ外敵が襲ってくるかもわからない、すごい変なところじゃないですか。なんで、早くセックスを済ませようって気持ちはわかります。それは先祖代々、もうお猿さんの時から、もうそういう状況なんですよ。人間って、昔お猿さんだったじゃないですか。その時は外敵、もう本当に、360度敵が、こう、いつ襲ってくるかわからない。その状況で、セックス、こう、子孫を残そうという行為をするためには、すぐ終わらせないといけないんですよ。で、早漏ってのはもともと潜在してるんですよ。それがまだ残ってるんですね。セックスを長く楽しむ状況じゃないんですよ。あの状況は河原でセックスをするっていうのは、新宿でも早かったらしいです。どうなんでしょうか。これはちょっとフォローできないですね。アロさん、歌舞伎町って、はい、日本で一番治安悪い街だからね。はい、どうなんでしょうか。まあセックス早いイコールセックス下手みたいな、なんか定義があるみたいですね。でもここで新しいトロビアが生まれましたね。例えばあとセックスが下手っていうのは どんな感じなんですか。男がディスられる、別れた後にディスられる、あいつセックス下手だった、気持ちが良くない、気持ち良くない、喘ぎ声を出してたんですか、猫まちゃんは。残念ですね。はい、出してないんですか。全部演技ですね。あ、演技、女優ですよ、名女優。あいつは喘ぎ声を出してたんですね、猫まちゃんは。名女優、なんか普通の女の人気持ち良くなくて喘ぎ声ぐらい出せるし、多分自分たちも来られれば分かると思うけど、普通になんかその衝撃で声とか普通に出るし。オスカーですよ、アクトレス、アクトレス、劇団ひまわり、劇団アクトレスです。前期無駄っすね。じゃあ気持ちよくない前期なんか無駄っすやん、時間の無駄っすやんね。前期は気持ちいいんすか。前期はあんまり残念です。参りましたね。乾杯ですね。いいところ一つもないですよ。でも女とか男って別れた時にこうやってディスり合うじゃないですか。前の女が良かった、いや僕ディスり合わないですよ。前の男が良かった、いやないですないです。猫まちゃん、今まで男性経験失礼なんですけど、はい、何人ぐらいですか今。いや分かんないです。50人、結構いるんですか。その中で和道さん何位ぐらいですか。何位、セックスの偏差値っていうか。別に前の人たちが覚えてるわけじゃないです、はい、結構下の方ですか、セックスレベルは。中ぐらい。和道さん、ベタじゃないです。まだ下にはいます。自信持ってください。ありがとうございます。なんで、まあ、セックスの話はもちろんなしにしましょうね。もう、このディスり合いはもう別れたんで。いや、俺してないの。お互いもうよろしいですか、今日、破局ということで。別にいいっす。じゃあもう、返して、荷物とか返してね。お金の貸し借りとかないですか。ないです。大丈夫ですか。で、逆恨みとかもないですか、猫まちゃん。じゃあアンチコメとかもなしでもう、はい、アンチコメっていうか俺配信できなくなるから。あ、配信ができなくなりますね。っていうことは、真のホームレス和道監督爆誕です。おめでとうございます。拍手お願いします。ホームレス爆誕しました。真のホームレス和道監督です。こちらが、配信者ですけど、もう配信ができなくなりましたね。SIM カード取り上げられます。あ、取り上げるわけじゃないか、はい、返す、ね、借りててありがたかったから、その言い方は違う、はい、返します。変換、はい、変換します。配信ができなくなった配信者和道監督、真のホームレス、ここに爆誕です。よろしくお願いします。配信できませんが、今のうち、フォロー通知の方よろしくお願いします。和道監督でお願いします。まあ、だから1日1回スーパーとかで
コンビニとかのなんか SIM フリーのところを利用した時とかにちょろっと DM 返したりとかする感じですね、はい、もうしょうがないですねこれは、はい、しょうがないですね。お金のないですね、ないですよね、トラブル大丈夫ですよね。5万返すよとか言ってますけど大丈夫ですか。じゃあ俺が5万払ったの、彼女が足りない時に出したんだから、それを仲間ちゃんがいやいやそんなの言われたら、俺が出した方だからごちゃごちゃ言うんだったら返すよって言ったんですね、さっき。そんなのごちゃごちゃ言うんだったら返すよって金のことで。あ、そうです、返さなくていいよ、うん、それは返さなくていいと。そうじゃなくて、洗濯物とかその 見返りを求めるっていう時に、うん、いや見返りを求めて何かをやってるんじゃないよって、うん、だからプレゼントとか5万貸したりとか生活費出してたのは、うん、俺がね、うん、それはなんか猫間に返してとかそういう風なんじゃ助け合いだと思ってるからやってるんだよっていう話をしただけで、うん、そ返せとかそういうのはないよ、うん、好きだからそういうことをやってるわけだから。あとはもう鳥とかいるんですよね、文鳥とか。そう、うん、それをじゃあ全部あのモバイルハウスに1回変換してもらって、ね、綺麗にお別れということでよろしいですか。そうですね、猫、ね、ちゃんよろしいですか。それでじゃあ和道監督、猫間さん、これ台本では一切ありません、本日をもちまして破局という形になりました。本日っていうか昨日ね、昨日ですね、でもちょっと今日はいざこざがあったんで僕がちょっと間に入りました。あ、はい、それで完全に破局と、でも桜も一切なしということで、今日はこの辺でお疲れ様です、はい、お疲れ様ですということで。で、和道監督も本当にもう頼る人もパトロントさんとかもいないんですね。いないよ、全くいない、全くいません、誰か手を差し伸べてくれる和道リスナーさんよろしくお願いします。彼は本当に困ってます、助けてあげてください、お願いします。じゃあシム抜く、ちょっとシム抜くのちょっと皆さんに、なんか抜くやつ持ってる、ちょっと最後のね、これシム抜きますよ皆さん。どうしよう、シム抜くの、今配信者としての魂を抜く儀式です、皆さん静粛に。どうしよう、抜く魂を抜きます今。あ、針がないんで、ちょっとどうしましょう、ちょっと針がないです、シムカードを押す針、誰か持ってないですか針、なんかないですかね、針なんか代用できるものってないですかね、なんか、俺ヘアピンとか見たんですよ、ね、ヘアピンとかクリップ見たんですよ前、ないかな、ちょっとクリップ、猫まちゃん持ってないですかね。あ、これありがとう。あ、これなんですか、ちょっとこれ iPad、 iPad ちょっと見せてください、ちょっとこれ儀式なんで、 iPad の変換の儀式。最初から割れた、いや俺が落として割れたって言ったじゃん。割れてしまいました、落として。あ、ピアス、ピアスあります。ピアスはこれボディピアスだから、ボディピアスだからとんがってないですね。うん、ピアスないみたいです。猫ちゃんピアスあります。あと、あれ、シムのお金いくらか、いくら、それフワッチポイントの換金とかって積んでます。積んでない、積んでない。それはどうするんですか。 どうすればいいかな、振り込みとかでいいの。何が、その携帯今月、うん、おでこのピアスはどうなってるんですか。おでこは抜けない、抜けない、抜けないみたいです。なんかないかな、でこはない、どうしよう、シムが抜けないよ、シムが抜けない、この穴なんかないかな、引きちぎれ、なんかないですかね、針が。爪楊枝いけるんですか、なんか割れ、途中で折れてどうのこうのって取れなくなっちゃうとか、先っちょがないですかね、そういう。尖ってるのはないな。尖ってる。リコちゃんナイス。これを引っ張ったらどうなんですか、これ。いや、皮膚がブチブチってちぎれる。皮膚がブチブチってかのちぎれちゃうんで、それはダメです。なんかプレートが入ってるみたいです、おでこの中に。それはできないです。コンビニ行くしかないか、これコンビニあります、近くに。爪楊枝で行けるんすか、セブン、セブンありますかな、ちょっと行っていいですか。移動しちゃっていいの、ちょっとすいません、移動しますね、ちょっとすいません、そう窓が曇っちゃったんで、シーベルだけしまっていいですか。シーベル OK、 シーベル OK。
すぐ折れる、やめとけ。どうしたらいいですか、じゃあ。コンビニでクリップ買うか、じゃあ。クリップ買います。クリップね、クリップ買って引き伸ばして棒状にして抜きますかね。それでいきましょう。これどっちですか、どこだろう、まっすぐかな、どうじゃ。まっすぐ曇ってんの。画鋲、画鋲とか、画鋲でいけんの。画鋲、画鋲あればね。どこですか、まっすぐ。まっすぐかな。右かな。右。ここ右。これ右。